まってスタートしていきましたのは、ゼッケン30番を受け取ります、坪倉選手ですね。坪倉選手がスタートしていきました。この選手は神奈川県の選手です。GSR750 ですね、マシンはね。選手の皆様にご案内いたします。次の走行クラス、C2 クラスの選手の方、C2 クラスの選手の方、受験番号後ろの方の方から順にウォームアップ走行コースへお越しください。さあ、続きましてスタートしていきましたのが、ゼッケン29番をつけている選手、高橋選手がスタートしていきました。この高橋選手は東京都の選手ですね。この選手は東京都の選手、マシンが、VTR の250です。高橋選手のコメントなんですが、初参加からもう次の大会で丸10年、そろそろ昇格したいなという、コメントを残してくれております高橋選手です。ゼッケンは29番つけてる選手ですね。はい。さあ、続きましてスタートしていきましたのがゼッケン27番をつけている選手、斉藤選手ですね。この斉藤選手は埼玉県の選手です。この選手は埼玉県の選手。マシンは VTR の250になりますね。VTR の250です。